綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はゆい先生のレッスンです。お願いします。お願いします。今日はですね、マイゴルフレンジの代官山にお邪魔してます。いつもありがとうございます。ゆい先生、今日は何のレッスンですか？今日はレッスンというよりはゴルフで使える筋肉をアップさせようという、おお、筋トレの動画を、筋トレのご紹介をしたいと思います。はい、筋トレ、はい、私今週1、2ぐらいで、パーソナルジムに通ってるんですけど、そこでやってる筋トレが大体こう下半身とか、あとは背中とか腹筋とかよくやってるんですけど、下半身の筋トレで私一番嫌いなやつ。なんでやってくださいとか皆さんに言われると、えってなっちゃう。マジか。しんどい、単純に。だけどなんかあんまり器具とか使わないから、お家でもっていう、ね、簡単なやつ、はい、はい、じゃあ早速お願いします。はい、じゃあこういう台が、まあソファーでもいい、見てもらって、足乗せるからきつい感じ。はい、ゆいちゃん、実は私もそのスニーカー買ったんだ。あ、マジ？めっちゃ楽よな。めっちゃ楽。しかもこの背が低いものにとってはそうですね。そう、かかとが上がってるからね。まあ、ちょっと浅く座ってもらって足伸ばします。はい、でこのまま立ち上がって、えっ、でこの立ち上がった位置からちょっとかかとかける。あ、これね。で これブラジリアンスクワット、で、まあ、手は別にここでもここでもどこでもいいんだけど、でこの状態のまま少し前傾取ってスクワットするっていう、ほう、こういう、うわー、きつそう、これ嫌い。これね、見た目で見ると簡単そうに見えるよね。見えるのよ。でもむずいなって、これバランスも取らないとだね。そうだね、すごいすごい、こうなっちゃうから、それがならないようにしっかりバランスも鍛えないといけなくて、ゴルフもこういうのが出ちゃうと、全部ブレちゃうから、結局この1本のバランス、それも鍛えられるという。ただ地味にめっちゃきつい。確かに、本当に。で、女性とかだとこの状態でもいいけど、私が筋トレしてる時とかだと、ちょっとこのかかととかに、かかとっていうか、まあ、足の下にこういうちっちゃい、なんだろう、板みたいな、ダンベル、こういう丸いダンベルが、この上踏んでやるんだけど、ただもっとくらい。だけどこの分の体幹もできるし、筋トレもしっかりできる。でこれちょっとさっきやってみて、近すぎたりとかすると、逆にちょっとこう、何が慣れてたんだろう、こっちは鍛えられるんじゃないのかな、ちょっと忘れちゃった。ちょっと浅く座って伸ばして立つ。おお、なるほどね。あ、もうこの時点ですでにもう嫌ですね。そう、昨日もこれやらされて、大体、右10回左10回やって、それを3セットぐらいやるんだけど、めっちゃ筋肉痛っちゃうから、足がとか、あともう一つやろうかな。もう一つお願いします。もう一つはこのスクワットが私は本当に筋トレの中で一番嫌いな。嫌いなやつ紹介してくれてる。あともう一個、まあ、こういう台を使ってできるのがあって、で、この、ああ嫌いだわ私も。背骨というか、まあ、背中を乗せて、で、できれば私はいつもここにダンベルを乗せる。ダンベルを乗せた状態で。できればこのつま先も少し上げる。立て立て踏んじゃって上げて、ここからお尻をグッと上げる。ここがめっちゃ鍛えられる。でこの
上でちょっと止まって降りて上がって降りて、でも15回から20回やるとこのここがキュッてなる。ゴルフお尻が、お尻というか下半身本当大事なんで、でこれがこう鍛えられていく。今のもそんなにスキルはないけども、スクワットよりは全然まだ楽。なるほどね。この2つが結構私のトレーニングの中で出てくることが多い。このメニューが、うんうんうん、まあ、下半身を鍛える、うんうん、まあ、一番大きい筋肉って言われるもんね。うん、私やっぱゴルフは基本はね、下半身を一番よく使うんで、はい、皆さんも下半身鍛えてみて、はい、頑張ってトレーニングしております。はいはい、ということで、はい、今回ゆいちゃんに下半身のトレーニングを紹介してもらいました。はい、ぜひお家でもできるからやってみてほしいです、うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。